された捜査官、知り合いか？友達だった。残念だったな。仕事とはいえど、答えるわね。まあ、そうだな。ここは長いのか？カレンボーマンとして国際援助機関で働くようになって5年くらいかしら。環境はタフだけど、ある程度自由よ。ヘリにも乗れるしな。どうやって来たんだ？マナウスからビジネスクラスで。休んどかないとダメだろ。俺はバランコからヒッチハイクだ。お前は？アルゼンチンのフフイからビラソンまでバスの中で飲んでた。誰も酔っ払いには絡まないしな。道理でくせえと思った。噂は聞いてるわよ。モスクワのクーデター、私はまだ新米だったけど関わってたそうね。俺たちじゃないな、他のやつだ。都市伝説に実際会えるとはね。そうかい。うちの子に聞かせてやりたいね。存在しない人間っていうのは辛い？そういうあんたはどうなんだ、カレン・ボーマン捜査官。失うものがない人間がどれほど残酷になれるか、その目で見てきたはず。でも先に言っておくわ。どれほど割り切った考えを持っていても、感情を殺していたとしても、エルスエーニョだけは別。こいつの宗教観は妄想癖レベルよ。質素と貞操の誓いを立ててるってことは、欲しいのは権力なはず。これは CIA、DEA、JSOC の共同部隊で、私が常駐担当官。キングスレイヤー作戦へようこそ。現地部隊がいるって話だったわ。カタリス26ね。ユニダットとサンタブランカに抵抗している反乱軍よ。着陸したらリーダーのパックカタリに会う。ボリビア人はアメリカ人を毛嫌いしているけど、私たちは彼らの敵の敵になる。でも背中は絶対に見せない方がいい。兵士4人、あんたらが約束した援助ってのはこれか。一人死んだから、またアメリカ人を何人か送ってきたのか。何百人ものボリビア人が殺されているというのに、こんな数で何ができるんだ。アメリカ人はいないことになってる。ここにいるのは我が国最強の隠密作戦部隊よ。何百人もの兵士なんていらない。自信過剰という言葉は知っているか、パック・カタリ。反乱軍カタリス26のリーダーよ。サンタブランカを崩すために協力することになる。もう6年近くサンタブランカや腐敗した公務員と戦ってる。一緒にターゲットを。その暇はない。すでにアマルの情報を入手した。アマル見つけたの？彼はカタリス26の創設者よ。我々反乱軍はアマルの思想に基づいている。彼のボリビア農民に対する信念がなければ、サンタブランカや政府の腐敗に対抗する組織が生まれることもなかった。救わねばならない。援助してくれるなら君らを信頼するかもな。どこなの？まだわからない。だがこの地域にいるはずだ。そしてサンタブランカの幹部が場所を知っている。 ISA に連絡してもっと情報が集められるか聞いてみる。まずはその幹部を探し出して私に情報を伝えて。頑張って。何よりもアマルの救出が第一だ。居場所を聞き出すまでサンタブランカの幹部を殺さないようにしろ。
さあ仕事の時間だ。気合を入れてくぞ。正直パックカタリに協力するのは気が進まない。反乱軍は犠牲者だけ出して終わることが多い。ノマド、今回の作戦どう思う？突き詰めればこれはアメリカ政府の報復だ。そこら辺のいざこざとカルテルの打ち合いに巻き込まれる前にさっさと任務を終わらせるぞ。まずはサンタブランカの責任者を追跡してアマルを見つける。了解。どうも皆さんこんにちは。ゆっくりレミリアさん。俺が運転する。ゆっくりタクヤです。久しぶりのゴーストリコンワイルドランスやっていくよ。一度だけ撮るどうなのでカットですね。さて到着したわね。ちなみに今回の難易度は上から2つ目の難易度でプレイしていきます。特に変えるつもりはないからこの難易度で最後までやっていくわ。早速あそこに一人いますね。そうね、近づいて倒すわ。ターゲットを驚かせたくない。サプレッサーを使え。ってことは近接攻撃ですか。ターゲット確認、行くぞ。そうね、こっちの方が弾使わなくていいし、なんかよくわからないこだわりもあるしね。どういうこだわりですかそれ。まずは一人目と、お国の敵の反応がありますね。そうね、最近エクストリームでやってたから、モヤモヤが見えるのはすごいありがたいわね。エクストリームにはないんでしたっけ。サブマシンが思ったやつを見つけた。だからしっかりドローン回さないと簡単に死んじゃうわ。あそこに2人ですね。配置に。どうします。味方に頼んで片方を倒してもらうわ。移動する。なるほど、本当にこの SYNC ショット便利ですね。そうね、この機能を使えば2人が固まっててもこんな風に倒せるわ。しっかり倒せたので先に進みましょうか。あ、ちょっとこの物資マーカーさせて。それをするとどうなるんですか。後で反乱軍が取りに来れるようにこの石に目印をつけておく。地球ってどんなのがあるんですか。ドローンの行ける範囲を増やしたり資源をゲットしたりとかいろいろなことができるわ。ところでなんでハンドガンなんですか。ハンドガンってなんかロマンない。近い方がいるぞ。ロマンですか。監視塔のところだ。あ、レベルが上がりましたね。そうね、これでゲットしたスキルポイントってやつもスキルをゲットするには必要なものよ。なるほど。そして結構ターゲットに近づいてきたわね。あとはあの人に忍び寄って尋問するだけですね。そうね、武器も持ってないし油断してるから簡単にいけそうね。動くな。無事確保しましたね。そうね、じゃあ尋問するわ。よく聞け。これからする質問に答えなければお前の腹に一発ぶち込んでやる。分かったか。落ち着けよ。何が知りたい。アマルだ。奴はどこだ。なんだそんなことか。教えてやる。アトウヤ農場だ。行けよ。俺たちに逆らうとどうなるか見てこいよ。アマルは若くない。拷問されたら長くは持たないだろう。ずっと奴らの拷問を受けていれば死んでるかもしれないな。なんとも言えないな。アマルは反乱の重要人物だ。情報を引き出すため生かしておきたいはずだ。とにかく急ごう。結果次第では全てが変わってしまう。さて、尋問も終了しましたね。そうね、そしたらこっちにアルキングスレイヤーっていう治療を回収してから移動するわ。マップにもやがなくなったのでもういないみたいですね。そうね、そしたら上から確実に敵を倒すわ。とりあえずキングスレイヤーのところにマーカーを置いてっと。さて、敵は4人ですね。これなら1人でやれそうね。急ぐぞ。カルテルは俺たちのことを都合よく待ってくれはしない。あ、ミスった。危ないところでしたね。でもまあこれでキングスレイヤーは回収できそうね。そうですね、敵もいないので少し倍速します。ところでキングスレイヤーの回収って何の意味があるんですか。そんな大きな意味はなくてコレクション要素ね。まあ引いて言うならトロフィーぐらいかな。そして到着しましたね。ついにはシカリオがクレタの村で脱走した捕虜を見つけた。いい名前だな。村人がかくまっていたのか。ああ、反乱軍の潜伏先としてユニダットにも知られてる。反乱軍は勝ち目があると思っているのか。ミラゴの死にしろ、村ごとだ。クルタに天罰を下し、地上から消し去れ。わかった、じゃあな。ちなみに内容も CD だったり文章だったりとあるわ。あ、そういえばこのゲームのブリーフィングを流し忘れてた。これは敵の幹部の図ですね。さて、じゃあ流していくわ。内容はキングスレイヤー作戦についてのものですね。先週この在ボリビアアメリカ大使館の外で蘇生爆弾が爆発、海兵隊員2名が負傷した。その2日後中央ボリビアにいる CIA 局員からこれが送られてきた。分析官が調べたところ、 DEA 特別捜査官のリカルド・リッキー・サンドバルだった。私の友人よ。サンドバルはこの6年間現地でコカイン取引の潜入捜査をしてた。
爆発の標的はサンドバルだったというのが私たちの見解。大使館で目的を達成できなかったから直接手を下したのね。サンドバルは捕らえられ、拷問の末に殺された。遺体はゴミのように捨てられ、まだ発見されていない。大使館での爆発とサンドバル特別捜査官死亡の黒幕が今回のターゲット。サンタブランカカルテルの名で知られるドラッグの密輸組織。連中はもうただの麻薬組織じゃない、麻薬テロリストよ。最初ボリビア政府はメキシコのカルテルに抵抗していた。ユニダットという特殊部隊を結成したけど計画通りにはいかなかった。何千もの死体が積み上げられ、政治家、警察官、ジャーナリストは絶滅寸前になった。ボリビア政府は晩酌尽きてサンタブランカと手を結んだ。国民を殺すのをやめてくれれば見て見ぬふりをすると。それ以来サンタブランカはボリビアを麻薬取引の拠点にした。しかもメキシコにいる仲間たちのおかげでアメリカやカナダにも輸送経路がある。サンタブランカを止めるには奴らの組織を少しずつ解体していくしかない。カルテルは4つの部門に分かれている。生産、密輸、護衛、そしてプロパガンダ。その全ての頂点にいるのがエルヘフェデヘフェス、ボスの中のボス、エルスエーニョ。というのが今回の作戦の内容ですね。あ、スキルがゲットできる。スキルはこんな感じに何種類かあって、そこから選んであげていく感じよ。今はドローンのバッテリーを良くしましたね。さて、じゃあそろそろ今の作戦に戻るわ。でもその前に物資を回収したいわね。少ししか物資がもらえてない気がするんですが、もっと効率のいい方法はないんですか？あるわよ。敵のトラックを奪ったり、ヘリを盗んだりって感じで。なるほど。でもこのやり方よりリスクは大きいってことですね。そうね。でも成功させれば一気に2000以上は手に入るわ。なるほど。よし、じゃあ物資もマークしたし移動を始めようかな。移動なのでまたカットですね。さて、そろそろ到着するわ。なんか今のリブーグミンのアトラクションでありそうな感じでしたね。よ、その会社の名前はまずいって。しまった、つい言ってしまいました。と、まあ、ディニーのことは置いといて、到着したわね。そうですね、ここから徒歩で詰めていけばいいですね。今日何日目だ？もう替えのパンツがないぞ。表側で前後、裏返して前後で4倍使えるぞ。ここ最近はもうすぐ東洋農場だ。気を抜くなよ、シカリオには元軍人も多い。ターゲットはしっかり確認しろ。アマルを間違って撃ったらこのキングスレイヤー作戦は始まる前に失敗だ。なんか初めて聞く会話があったんですけど終わっちゃいましたね。まあ多分今の会話は聞くべきではなかったと思うわ。ドローンも倍速します。敵はどんな感じでいるのかな。あともやも一人分ぐらいですかね。あとは建物内だけかな。でも距離制限で見えないですね。あ、まずいドローンが見つかる。バレちゃいましたね。こうなったら強行突破するわ。敵は大体マーカーがついてるので狙いやすいですね。そうね、でもアイアンサイトは苦手だからちょっと厳しいかも。でも今は他にサイトを持ってないんで、それで戦うしかないですね。そうね、撃って隠れて送り返して戦うわ。まあそれが一番確実な戦い方ですね。当たったけど仕留めきれなかったわ。でも当たってはいますもんね。よしよし、かなり順調に敵が減っていってますね。そうね、あと4人ぐらいかな。マップ的にはそんなところですかね。強引になってはしまったけど、こっちの方が早かったかもね。そうですね、まあゲームコンセプト的にはどうなんでしょうね。今後はしっかりスニーキングします。あ、急にバレましたね。そうね、しかもあのうちは結構狙いづらいわよ。でも味方さんが倒してくれましたね。じゃあ突撃。最後の一人の位置はしっかり把握できてないので気をつけてくださいね。どこにいるんだろ。建物ないですかね。ダイヤの中から攻撃されてるぞ。あ、危ないところでしたね。さて、ここにパーツケースを見つけたわ。パーツケースはまあそのまんまの意味ですね。ここで念願のサイトをゲット。これで今後の戦闘が少しは楽になりますね。あ、ちなみにストーリーはゆっくりでやって、こういうものの回収とかは生放送するつもりだからよろしくね。お、結構見やすいですね。そうね、じゃあそろそろアマルさんを解放してあげないと。すごい難解してますね。待たせたな。遅かったじゃないか。あれ、鍵を開ける判定がない。しっかりしてくださいよ。よし、開けられた。鍵の開け方が雑なような気もするんですが。ピッチングとかしたらそれっぽいわよね。アマルか。ああ、私だ。お前を助けに来た。さて、じゃあ移動しましょうか。そうね、ここからの移動はこのヘリを使うわ。割と遠いところにありますもんね。さて、じゃあ行こうか。空
そうですね、これでそのミッションはクリアしたも同然ですね。ちなみにこの青いマークの味方は先に行っても乗り物内にテレポートしてくるわ。それ最初から使えば救出も楽だったんで。それは言っちゃダメ。どこに連れてかしだ。お仲間のところだ。なるほど、カタリはアメリカと取引したのか。バカなやつだ。それは本人に言ってくれ。さて、じゃあ移動なのでカット。さて、到着したわと、ここで武器ケースを発見しましたね。これはマーカーズケースと同じで武器をゲットできるわ。何の武器でしょうね。さてさて、中身は俺の武器。スナイパーライフルですね。そうね、じゃあ早速装備していくわ。今のところいじれそうなアタッチメントはないですね。そうね、まあそれもパーツケースを見つけていけば OK ね。なんとなく迷彩もつけてっと。というか下にある SR25 とかは何なんですか。あれはクレートで入手したアイテムね。クレート入手は共有されるのよね。まあまだ使わないわ。なるほど、今使うとバランス崩壊になりかねないからですか。そうね、あそこにはヘリを一発で落とせる SR もあるし。確かに使ったらバランス崩壊ですね。無事か。サンタブランカのもてなしは手荒でな。私を尋問していた奴らはまるで恋人みたいにイチャイチャしてた。だが尋問は、あれは、名前はユリとポリト。ああ、ユリとポリトだ。スエイヌの尋問中にサンドバルを拷問してた奴らね。絶対に捕らえる。アマルを解放した時にはいなかったな。しばらくユリとポリトを見ていない。4日ぐらいだ。どこにいるんだか。情報がいるわ。村や拠点を徹底的に調べよう。知ってる人がいるはず。資料集めやハッキング、敵幹部の尋問でも聞き込みでも何でもやって。入念に調べる。おい、ボーマンがユリとポリトのファイルを送ってきたぞ。リッキー・サンドバル捜査官の死亡時、部屋には4人の人間がいた。サンタブランカのトップ、エルス・エーニョ、リッキー、そしてラ・ユリとエル・ポリト。二人が出会ったのはチアパスの小さな州立病院。ポリトはそこの研修医で、ユリは看護師をしていた。一目惚れだった。初めて目が合った瞬間から二人は引き裂けない仲になった。運命の出会いね。ある日、瀕死のブションが緊急治療室へ運ばれてきた。名前はラ・プラガ。ユリとポリトのおかげで彼は一命を取り留めた。彼は恩人である二人にたくさんの贈り物をしたわ。豪華なパーティーから新車までね。しばらくしてラ・プラガは二人をサンタブランカの医療スタッフにした。表向きはね。ユリとポリトは人体のプロよ。二人は人の痛みの限界を熟知してる。痛みを感じられるように意識を保つ方法もね。何より痛みの与え方に精通している。イタクワでの仕事は拷問。カルテルが口の固い人間を捕らえたら、ユリとポリトがその口を割らせる。人を壊す。さっきも言ったように、リッキー・サンドバルが殺された時、部屋には4人いた。スエーニョ、リッキー、ユリ、ポリト。リッキーを生かしたままスエーニョは拷問した。絶え間なく47時間もの間ずっと。奴らはリッキー・サンドバルをいたぶり、スエーニョが処刑した。以上がユリとポリトに関する概要だ。敵護衛部隊の主要メンバーでもある。奴らの指揮系統に関する説明も確認しておけ。護衛部隊の責任者はエルムロ、通称壁だ。スエーニョの幼馴染でボディーガードでもある。エルムロの弟がラ・プラガ、汚い野郎だ。
ソーシャルメディアでの活動が活発で、カルテルのシカリオたちのリーダーだ。狩りの始まりだ。スエーニョを捕まえるなら下から順番に行かないとな。まずはユリとポリとの情報を探り、見つけ出して始末する。というわけで今回のミッションはクリアね。じゃあ今回はこの辺りで動画を終わりにしましょうか。そうね、デハスリープワン。